ビータウタス・ランズベルギス。ビータウタス・ランズベルギス。1932年、10月18日隊は、リトアニアの政治家。リトアニア独立革命を指導。リトアニアの独立回復後は、リトアニア共和国の最高会議議長として、リトアニアの国家元首となった。音楽学者でもある。1932年、ソ連併合前のリトアニアのカウナスに生まれる。 1940年、リトアニアはソ連に併合される。1955年に、リトアニア音楽学校音楽科を卒業し、1968年に、音楽博士の学位を取得。1952年から1990年まで、音楽理論と作曲を教える。様々な分野にわたる十の著作がある。同郷のジョージマ・マチューナスが創設したフルクサスにも、参加している。 1978年から1990年まで、リトアニア音楽アカデミーで教弁を取る。近代リトアニアの代表的作曲家、ミカロユスチュルリョーニスの研究者として知られる。父は建築家のビータウタス・ランズベルギスイコール、ジェムカルニス。息子には、詩人で演劇監督のビータウタス・ブイ・ランズベルギスが、娘には、音楽家のユーラケ・ランズベルギーテと、 ビルテ・ランベルギーテイコール・ゼ・ハナビジェネがいる。政治家のガブリエリス・ランズベルギスは孫。1988年に発足したリトアニア独立、運動組織サユディスの創設に加わり、これを契機に政治の世界に入る。1990年の選挙でサユディスが勝利すると、リトアニア共和国最高会議、国会議長に就任、ソ連憲法上の共和国指導者となる。 首相には同じくサユディスのカジミラ・プルンスキエネが就任。在職期間は1990年の3月から次の選挙の1992年11月。その間、リトアニアはソビエト連邦の公正共和国の先陣を切ってソビエト連邦との交渉により独立国家としての地位を回復する。1990年3月、ソ連に対し独立宣言。 当初ソビエト連邦、ゴルバチョフ政権はリトアニアを実力で封じ込めようとしたが失敗した。そのため他の共和国もこれに続いて独立を宣言する。アイスランドがリトアニアの独立を承認した最初の国であり、ランズベルギスはリトアニアが40年にわたる外国による占領から独立を服することについて十分な支援を行わないアメリカ合衆国や イギリスなどの西側主要国を批判した。ランズベルギスはまたミハイル・ゴルバチョフがソビエト連邦を民主化しようとしている見方に異議念を示した。1991年9月、ソ連政府はリトアニア独立を承認し、名実ともに独立を達成した。1993年に新党祖国同盟を結成する。新党は1996年の議会選挙。 定数141で、得票率40%で70議席を確保し、ランズベルギスは再び1996年から2000年まで、議会議長を務める。しかし1997年に出馬した、大統領選挙では、第一回投票で15.9%の得票の3位に終わる。決選投票では、第一回投票で2位で現職のバルダス、アダムクスを支持し、 アダムクスは大統領に選出される。2000年の議会選挙で、祖国同盟は、得票率8.6%で9議席にとどまった。2004年6月13日の欧州議会議員選挙、リトアニアの定数は13で、ランズベルギスは、祖国名公認候補として当選。ランズベルギスは、欧州議会の委員会及び事務局のあるブリュッセルに、事務所を構える。 同年10月10日行われたリトアニア議会選挙では、祖国同盟は、得票率14.6%で25議席確保、した。2005年1月、欧州議会議員となったランズベルギスは、別の欧州議会議員、ハンガリー選出の支持を得て、欧州連合、EU においては、ナチスドイツとソビエト連邦の両方の表彰を禁止すると、主張した。 ランズベルギスは、欧州委員会の司法内務担当委員であるフランコ、フラティーニに書簡を送り、EU が、ナチの表彰を禁止するなら、共産主義の表彰も同じく禁止すべきだと述べた。フラティーニ委員はこの問題を取り上げる姿勢を見せ、議論を行う用意がある。共産党独裁は、ナチと同じく、何千万人もの犠牲者を出したと述べた。しかし、共産主義再検討と、 イタリア共産党は、ランズベルギスの提案に対して激怒した。ほどなく、フラッティーニ委員は、イタリア共産党の抗議により発言を撤回する。ランズベルギスの提案は、脱ファシズム化の結果成立したイタリア共和国で、大きな騒動を巻き起こし、2005年2月初めに、イタリア共和国内の要求政党は大規模な抗議活動を行った。 この提案は、イタリア共和国のマスメディアの関心の的となった。主要日刊誌の一つである共和国新聞、L.A. レイプーブリーコは、ランズベルギスへのインタビューを掲載したが、イタリアの主要日刊誌が、リトアニアの政治家に1ページ全部を割いたのは、イタリア史上初である。しかし、ランズベルギスの提案は、イタリア共和国の政治家にはほとんど支持されなかった。一方で、 ファシスト党の党首ベニート・ムッソリーニの孫である、下院議員兼欧州議会議員のアレッサンドラ・ムッソリーニは、この提案を実行することは、我々の道徳的責務であると述べた。この提案に対しては、ロシア連邦議会も喚起しなかった。ロシア連邦下院、ドゥーマの第一副議長は、この提案を異常と述べた。別のロシア連邦共産党議員は、 一部の欧州人は増長し、誰によってファシストから解放されたか忘れていると言った。この論争は2005年2月初め、欧州委員会が全 EU におけるナチスドイツの表彰の禁止案自体を否決したため、集結した。フラッティーニ司法担当委員は、赤い星とカマトツヨ EU の反差別法案に含めるのは適切ではないと述べた。結局、 2005年2月末に EU は加盟25カ国でハリ十字などナチスドイツの表彰を禁止する提案を却下し、カマトツイなど共産主義の表彰を禁止する提案も却下した。どの表彰を禁止すべきかということに加盟国の行為が得られないため、ルクセンブルク大公国が提案を撤回したからである。この提案について表現の自由を侵害するものであると懸念する。 意見もあた現在、ヨーロッパで、ナチスドイツとソビート連邦の両方の表彰を法律で禁止している国家は、ハンガリー、ポーランド、バルト三国、エストニア、リトアニア、ラトビア、ウクライナである。また、2011年現在、ヨーロッパで、ナチスドイツの表彰のみを禁止している国家は、ドイツとフランスである。ランズベルギスは、 ロシア連邦大統領制時代のロシアがバルト諸国に対してどんな影響力を行使することについても厳しく批判している。あらゆる機会を捉えてはロシア連邦のバルト諸国に対する行動への疑念を国内外のマスメディアや欧州議会関係の会合で表明している。ロシアは帝国時代も共産党時代も現代大統領制時代も バルト諸国を経済的・政治的に支配する意図を捨てておらず、元 KGB のエージェントなどを用いた、諜報活動でこれを行おうとしている、ランズベルギスは考えている。また、ウラジーミル・プーチンなど KGB の残党が、ロシア連邦の政界で大手を振るい、ソビエト連邦の国家が復活するなど、ロシアで共産党時代への逆コースが進行していることも警戒している。そのため、 ランズベルギスは、リトアニアや他の EU 新規加盟国に対して、東からの脅威は終わっていないと述べ、ロシアへの警戒を緩めてはならないと主張している。1992年に初訪日、シュルリ領ニスに関する講演などを行ったことがある。また、2009年の訪日の際には、冷戦の終結20周年に際し、 青山学院大学総合研究所ビルで開かれた鉄のカーテン会からベルリンの壁崩壊へという講演会に出席し、1988から1989年における EU と統合、リトアニアの貢献と題した講演を行った。チュルリオニスの時代、佐藤大一、村田育夫、和家、ヤングトリープレス、2009年、 ISBN 978から49億360万5036リトアニアの画家で音楽家であったチュルリオーニスについて書いた本。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。